アポロ計画とですね、ベトナム戦争というのはもう表裏なんですよ。世界をルールしたい、いわゆるコントロールしたい、支配したいとまでは言わないですけど、コントロールしたいアメリカにとってのですね、夢と悪夢の表裏なんですね。なので、アイゼンハワー時代は、アポロ計画とベトナム戦争というのは、アポロ計画も必死で阻止したんですよ。後で説明しますけど。で、ケネディがろくな考えもなく始めてしまったのが、アポロ計画とベトナム戦争。で、ジョンソン大統領がこれを育ててですね、どんどん広げていって、最後、この両方ともですね、なぜかニクソン大統領が最後ケツを持って、ベトナム戦争を終わらせたようなふりをしたりですね、あとアポロ計画を成功させた、月着陸した時の大統領はもうニクソンなんですよ。だからこいつらがもういろいろ苦労してたの全部ニクソンが持ってたみたいな感じになってるんですけどもですね、なんです。これ4人の大統領なんですね。で、アイゼンハワーはですね、ミサイル開発も OK しなかった。さっき言ったフォン・ブラウンチームをアラバマ州ハンツビルに閉じ込めて、でミサイル開発なんかしなくていいようにずっと言ってたんですけども、なんでかっていうとですね、はっきり言って、これ以上アメリカの軍事予算を増やしたくなかった。だから、フォン・ブラウンチームはですね、まあ、いいことか悪いことか分かんないですけど、アラバマの田舎でおとなしくしてほしかったんですね。で、しかし、スプートニクと一気に情勢が変わっちゃいましてですね、アメリカ国民というのは93分ごと1時間半ごとにですね、自分の家のラジオから聞こえるピーピーというですね、スプートニクの音にパニックになっちゃったんですよね。で、ソ連はアメリカを宇宙から攻撃できるとかですね、アメリカには時代遅れの飛行機しかないというふうに思い込んで、これが世に言うスプートニクショックです。たったですね、500キログラムのですね、まあ違うか、スプートニク1号は130キログラムですか。スプートニク2号でもですね、500キログラムです。で、当時ソ連の技術ではですね、原子爆弾というのを2トン以下で作ることはできなかったんですね。だからまだまだ原爆をミサイルでアメリカに届かすことなんか不可能だったのにですね、アメリカ人はもう本当に過剰に反応して、明日にもソ連の核ミサイルが降ってくるんじゃないかというふうに思ってたと。ソ連が恐れるのも当たり前で、アメリカ人はソ連が核兵器とミサイルを持ってると思ったらすぐに攻撃してくると思っちゃうような国民、イコール自分たちが核兵器とミサイルを持ったらすぐにソ連を攻撃しようとするようなやつなんですね。まあアメリカ人っていうのはもともとそういう先制攻撃をすることを厭わない民族ですからです。ということですね、スプートニクショックでですね、アメリカ人はですね、もう戦争終わった、第二次大戦終わった、ファシストとの戦い終わった、アメリカが勝ったんだ、これからは自由な民主主義の時代が来るという楽天主義から一気に次の戦争でソ連に負けるかもしれない、そしてそれは明日かもしれない、来週かもしれない、来月かもしれないというですね、絶望感にシフトしていった。これがスプートニクショックですね。で、それに対してアメリカのですね、3カ所からですね、我々ならソ連に勝てますっていうですね、プレゼンが行われました。一つはですね、アメリカ陸軍ですね、ドイツからですね、フォン・ブラウンチームを引き抜いてきたですね、陸軍のレッドストーンロケットがですね、我々だったらできますというふうに言い出しました。で、もう一つはですね、海軍ですね、もう対戦巨砲の時代ではないと、巨大な船なんかもう終わりで、こっから先は飛行機さえあればいいんだと言われて、予算縮小に怯えるアメリカ海軍がですね、バイキングロケットというやつを使って、我々だったらソ連に負けないような人工衛星を打ち上げますというふうに言ってきた。で、最後ですね、空軍です。意外ですけども、アメリカでですね、空軍が正式に発足したのは第二次大戦の後なんですね。陸軍航空部隊っていうのが独立して空軍というのになった。で、この空軍力でアメリカは勝ったわけですから、戦後どんどんこの空軍の予算が増えてきたですね。海軍の予算を縮小できない。陸軍は相変わらず大、でかい面してる。朝鮮戦争で大活躍しました。で、空軍が新しくできたということで、アメリカのですね、軍事予算は戦争もないのにどんどん増えていったんですね。なので、空軍はアトラスロケットというのを作ってたんですけども、この3カ所のですね、どこを使うかというときに、アイゼンハワーがですね、なんでそれまでロケット開発っていうのをさせてなかったのかというと、この三軍のパワーバランスとって、一番おとなしい状態に軍を抑えとかないと、今度はロケットの開発競争で無限に金を使うに決まってるというふうに思ってたからなんですよ。というわけでですね、1950何年の10月4日、スプートニクが打ち上がったらですね、その5日後に早くもアイゼンハワーはですね、どれかに決めなきゃいけないということで、海軍のバイキングロケットですね、海軍のですね、バイキングロケットを使うことに
決めました。ヴァンガード衛星というのを打ち上げるためにですね、もうねこの頃のアメリカも本当にすごいんですけどもですね、発表したらすぐにプラモが出るんですよこれアダムという会社、こちらレンウォールという会社なんですけども、ヴァンガード衛星を打ち上げると、それも海軍のですね、バイキングロケットを使うぞっていうのを発表した瞬間にプラモデルが企画されて発売されると。もちろんこれ発売されてる頃にはですね、このヴァンガードロケットっての大失敗に終わってですね、アメリカ最大の恥というふうに言われるんですけど、その頃にはもうプラモデルを売ってるからしょうがないんですけども、こういうふうなですね、プラモデルが出るぐらいの騒ぎになりました。この海軍にですね、実はその海軍よりも陸軍のフォン・ブラウンチームに任せた方が良かったんですけども、陸軍に任せるとじゃあ以後ミサイル開発は陸軍の扱いになりますねってことになっちゃう。陸軍の力をこれ以上増やしたくない。空軍のアトラスロケットもいいロケットなんですけども、空軍に任せちゃうと戦後新しく伸びてきた空軍にさらにパワーを与えることになる。これもアイゼンハワー大統領としては避けたい。結果的に政治的判断で、今最も予算が削られ気味というかですね、新しい戦艦の計画も空母以外はほとんど許されていなかった状態のですね、海軍にですね、任せることでなんとかバランスを保とうとしたと。ということで、だったんですけど、ところがですね、10月の9日にですね、決定したんですけども、打ち上げ予定日の12月6日、世界中に対してですね、ヴァンガードロケットはですね、生放送でですね、発射しようとしました。で、ところが、ヴァンガードロケットはですね、ロケットの点火2秒後にですね、大爆発しちゃったんですよね。バイキングロケット爆発してですね、で、上に乗ってたヴァンガード衛星、すいません、さっきからちょっと、ヴァンガードとですね、バイキングがいろいろこうごちゃごちゃ重なって僕も間違えてるんですけど、ヴァンガード衛星ってね、1.5 キロぐらいのグレープフルーツをちょっと大きくしたぐらいの人工衛星なんですけど、これがですね、こいつだけが無事に残ったんですよ。ロケット大爆発したんですけど、フロリダの湿地にですね、ヴァンガード衛星だけコロコロコロと出てですね、何が悲しいかって、地面でピー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 って音を出してですね、それが全世界生中継されてしまうというですね、もう世界中から笑われてですね、スプートニクをもじってイギリスの新聞ではですね、オンボロ肉とかですね、ダメ肉とかですね、アメリカ人は全然何もできない肉とかいうですね、大喜利状態になってですね、イギリスの新聞に散々笑われるってことになってしまいました。で、この失敗で陸軍のフォン・ブラウンチームは、我々なら60日でロケットを打ち上げてみせます、人工衛星を打ち上げてみますというふうにプレゼンしたんですよ。フォン・ブラウン自体は焦って30日でっていうふうに言ったんですけど、隣のですね、フォン・ブラウンの同僚が、寄せと、ウェルナー寄せ、30はちょっと俺らでもきついっていうふうに言って、60日って言ったんですけど、60日の、約束通りですね、翌年の1958年、1月31日ですね、もう本当に60日のリミットギリギリで、レッドストーンを改造した、ジュノー1型ジュピターシーロケットでですね、アメリカ初の人工衛星エクスプローラー衛星ですね、この先についてるめちゃくちゃちっちゃいやつです。これをですね、軌道投入に成功してですね、ソ連から遅れることを1ヶ月半ですか、2ヶ月ぐらいでですね、やっとですね、アメリカもですね、宇宙時代に突入しました。しかし全然めでたくないと。なんでかというと、アメリカがですね、こういうふうにいろいろ揉めてる間にですね、ソ連はですね、スプートニク1号の1ヶ月後にですね、スプートニク2号を打ち上げると。で、これの中にはライカと呼ばれる犬まで乗っててですね、で、もうソ連とアメリカのですね、ロケット技術の差っていうのは誰が見ても明らかになってた。なって、スプートニク2号って500キロの重さのものなんです。500キロの重さなんですよ。つまり、ソ連にはですね、500キロの重さのものを打ち上げるロケットがあり、アメリカはそれに対してですね、ヴァンガード衛星は 1.3 キロなんですね。ペットボトル3本分なんですよ。いわゆる軽トラの輸送力とペットボトル3本分というちょっとしたドローン程度の輸送力しかないのでですね、このロケットの性能差というのが、ミサイルギャップというふうに呼ばれるようになりました。で、ようやっとここでですね、アメリカは、これはやばいということで核ミサイルの開発に取り掛かります。フォン・ブラウンチームはここでやっとですね、予算とあとチャンスをもらえるようになりました。しかし、ここでですね、意外な場所でですね、火の手が上がってしまう。1958年ですね。アメリカが初の人工衛星を上げた1958年ですね、ミサイルの開発を急ピッチで進めていた1958年、この年の年末の12月31日
です。日付も分かってるんです。12月31日ですね。キューバという国があったんですけど、ここのキューバという国にアメリカはですね、すごい出資してました。で、マフィアも出資してます。ゴッドファーザーパート2という映画の中でですね、主人公のマイケルがですね、もうアメリカ政府も山のように出資してるし、キューバはアメリカの植民地みたいなもんだと、これマフィアもいっぱいホテル建ててカジノ建ててっていうふうにやってたんですけどもですね、12月31日、そのパーティーの席上でですね、キューバの大統領がいきなり辞任宣言というのをするんですね。で、どういうことと思ったらですね、そのまま大統領が辞任宣言して逃げるように舞台から降りてったら反対側から軍がバーッと入っていって、これからここは我々が占拠するって、でどうなってるのか分からなくて、とりあえず CIA もマフィアもとにかくキューバからうわーっと逃げたところにですね、カストロが来てですね、キューバはこれから共産主義国家になるっていうふうに言い出す、いわゆるキューバ革命というのが起こってしまったわけですね。このあたりはですね、もう本当にゴッドファーザーパート2に出てくるんですけど、さっきまでホタルの光、ホタルの光っていうのはもともとアメリカ人たちが12月31日の12時直前にパーティーでかける曲なんですけども、そう、かかってったところに本当に大統領の辞任演説ってやって、今のどういう、ちゃんと聞いてなかったってパニックになってるところにですね、えらいことになってて、それまでマフィアたちがキューバに作ってたホテルとかカジノが全てカストロ政権にですね、接収される、いわゆる奪われることになってしまった。さて、ここまでですね、ソ連とアメリカの軍事力っていうのは完全に拮抗、同じぐらいになっちゃったんですね。第二次大戦が終わった時はアメリカには原子爆弾もあって戦略、爆撃機もあって圧倒的な優位に立ってたんですけども、たった一発スプートニク衛星っていうのを上げられただけで、アメリカとソ連との軍事力の差っていうのは割と近づき、そしてインドシナ半島のですね、共産主義革命で、キューバもですね、ソ連に対して同盟国であるというふうに宣言することによって、アメリカへの包囲網がどん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 できてきてしまったんですよね。で、おまけにお互いに核兵器というのをソ連も開発して持ってしまったと。核爆弾、原爆、水爆というのを両者とも持っているので、これがゆえにですね、戦争を始められない。アメリカとソ連が直接対戦えないから、朝鮮半島であったりインドシナ半島であったり、そういういわゆる衛星国家のあたりでですね、地域紛争っていうものしか起こせない、直接の戦争を起こせない。なんかね、核兵器があるから次に戦争したら地球が滅びて誰も勝つ人間がいないから、そういう最終的な兵器があるからですね、逆にバランスが取れて戦争が起こらないという状態がやってきてしまいました。で、この冗談のような状況に目をつけたのが、お待たせしました、スタンリー・キューブリックです。キューブリックはロリータという映画でですね、大成功しました。このロリータという映画で成功してコツ掴んだんですね。どんなコツかっていうと、見てる人間を不安にさせると。中年男と、なんか中学生ぐらい、小学生ぐらいの女の子の恋愛映画ですよって言うと、みんなが、って言って不安になると、どんな映画なの、どんな不道徳な、どんなけしからの内容なのと思って不安にさせると。映画っていうのは当てるためのコツっていうのは、いかに客を不安にさせるのかがポイントだと。で、見てる人間を不安不快にさせると。まあ見る前に人間を不安不快にさせる。で、見たらこの映画を見ないと生き残れないというふうに思わせると。そこで作ったのが、この核戦争が起きるかもしれない、この不安によってこの世界の平和は守られていると矛盾を書いた、それもコメディで書いた、博士の異常な愛情という映画を作り始めました。この映画を作っている間にですね、アイゼンハワー大統領は引退し、次のですね、人気者ジョン・ F ・ケネディです。ジョン・ F ・ケネディ大統領がですね、大統領になりましたですね。で、大統領になって早々にベトナムへの介入を決めて、キューバには強気の交渉というのをやってしまいます。これがえらいことになるんですけども、ところがそのおかげでアメリカのですね、宇宙開発というのは劇的に前進することになります。